わしは才蔵ともう一度会う。会って取り戻す。まだそのようなことを言っておるのか。聖霊様、私はお市の皆様をお救い申し上げたいと思います。何だと。役に立たぬ女子など見捨てればよかろうて。お市の方はただの女子ではない。わしは才蔵を救いに行く。であれば私も。話にならん。御坊制御は誰も統率はせぬ。思いのまま動くがゆえ。なんじゃそれは。ならば勝手にいたせ。我ら魔界水軍は一手で黒星軍を攻める。安成、行くぞ。どうだ、お主は休んでおれ。傷を癒せ。葵は強け。強けても邪魔になるだけだ。わしも父さん、お主を殺してはクッキーに申し訳が立たぬ。安成、わかりました。皆の池。あの、なんだ。スラルが誘惑についてくれ。お主はどうするのだ。私にはやることだ。セレさん、承知した。早く王と合流しなければならぬ。なぜ遠回る。合流が目的ではないから。何？最後刑事、鶴姫、これが目的さ。久しぶりだね。名古屋三三よ。今夜はあんたの魂たっぷり味わわせてもらう。そしてそちらの美少女様も同じ。戦国の真の歌舞伎者はこの名古屋三三郎だってことを味わってもらう。最後、わしらは仲間だ。こっちに戻ってこい。刑事、何度も言ったはずだ。わしは真田重勇士、真田のために生きる。ならばわしが裁いてやる。刑事、そこまで才蔵を取り戻したくば、勝って才蔵の魂そのものを奪える。さすれば貴様の願いも叶うであろう。天武官、いいね。心ゆくまで楽しもう。またいい。